スタートですね。ここ7番の、ね、酒井選手やっぱり S も速いですよね、うん、前を取りましたね。その後ろなんですけれども、中段どのラインが行くのかなと思ったんですけれども、1番の、ね、シャバン有利でしたね。畑選手が中段を取りましたので、ここは梅崎選手のラインですね。梅崎選手、小川選手、畑選手、九州と、徳島の両者、西のラインがここ中段になりましたね。で後方は、4番、3番、8番というラインです、新村選手に内藤選手、それから柳田選手。牧美ちゃんね、はい、内藤選手狙ってたんだけど、そうなんです、ちょっとね、後方になってしまいましたよね。逆にね、小川選手すごく良かったような気がする。びっくりするぐらいのキレが、キレがね、はい、久々になんかで、ね、見たような感じがしました、はい、梅崎選手がファーストになってしまったんだけれども、はい、その外をね一気にまくってしまいましたよね、はい、酒井選手1コーナーぐらいから仕掛けてるんだけれども、はい、その簡単に合わせてしまった小川選手の踏み出し良かったですね、はい、今日すごく光ったような小川選手だったと思います。3対3対3、こう3分戦ですね。新村選手もね、はい、うまくというか、うんうん、中段を抑えながら、これ、はい、酒井選手を前まで行かないで、はい、酒井選手の先行はないと思っていますよね、うん、それなので、はい、梅崎選手をしっかり抑えながら先行体制に入って先行するんだけれども、梅崎選手がね先行意欲強いということで、もう一回ね、はい、先行争いに来るんだけれどもね、展開的には酒井選手絶好かなと思ったんですけどね、うん、やっぱりごちゃごちゃして、はい、梅澤選手、あ、吉田選手、そうですね、切れなかったですよね、はい、こういう展開かなと思っていましたけれども、やっぱりこうごちゃついたところでマーク外してしまいましたね、はい、これ中段を抑えてですよね。酒井選手早めの先行はないのでね、そうですね、ここから出ていく打掌ですね。ここ志村選手が先行体制に入る、まあ、先輩ね内藤選手横もしっかりしてますからね、はい、ただすかさずね梅崎選手仕掛ける、ここ内藤選手のね牽制ももらってこう前に出れないような展開になりましたね、はい、小川選手、畑選手が先に入ったのでね迎え入れるような展開です、はい、酒井選手仕掛けているんだけれども、ここね簡単に合わせてしまいましたよね。これ強かったですね。でこうラインが崩れるような形で小川選手を酒井選手が追走して、はい、まあ、畑選手もねこううまく迎え入れてね、はい、位置を取りましたよね。その辺の貢献度は高かったと思います、はい、まくった小川選手が1着、はい、2着そうですね、あ、酒井選手が差して1着か、でもまくった小川選手が2着、はい、で畑選手が3着に入りましたね、うん、4420円という配当でした。4レース制しました酒井陽選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレース振り返っていかがでしたか？そうです、まあ、前から前中段から動くこうと思ったんで、まあ、想定通りですね。前受けから引いて前で踏み合いありましたけど、どう見ていましたか？そうですね、蓋をするっていうのは頭になかったんで、そうですね、はい。そこからご自身まくりに行って、その後どのように考えていたんですか？まあ、とりあえず仕掛けるっていうのをちょっと頭にあって、無理くり行った感じですね。はい、一走してみてご自身の足の状態いかがでしょう？まあ、足は悪くはないと思います。今日のヤヒコバンクはどうですか？まあ、意外と風あってちょっと、まあ、そんなに軽くはない感じですね。では応援してくださったファンの皆様へ最後にもう一言お願いします。応援ありがとうございました。明日もしっかり、着取りに頑張ります。お願いします。ありがとうございました。